2023年10月22日にウクライナ国防省が X 旧 Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずの済みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、
自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたってわけだな。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ BOX との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、
攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T-62 や T-54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T-80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T-90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T-90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T-90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T-90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T-90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T-90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T-90 の損失数が増えているのは配備されている T-90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T-72B3M と T-90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T-90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシ工場において T-80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T-90、T-80、T-72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T-34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか。近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、
西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドネツク州のバフムート近郊では、南部での反転攻勢作戦とは別に昨年来ウクライナ軍とロシア軍の激戦が続いているよね。そんな中、ここに来てウクライナ軍の第3突撃旅団が、立て続けにロシア軍の機械化部隊を殲滅する様子が撮影される動画が公開されているぜ。そうだね。
さて今回はバフムートで砲撃によってロシア軍の機械化部隊が壊滅した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年から激戦が続いているバフムート近郊の戦闘は、ここ数ヶ月戦線の動きに大きな変化はないものの、激しい戦闘は継続されていて、特にウクライナ軍に奪還されたバフムートの南にあるクリシェイフカ周辺の戦闘だね。ロシア軍は、クリシェイフカを奪還された後に同地に定着しつつあるウクライナ軍を撃退しようと目論み、新型戦車 T90 を含む機械化部隊を投入したが、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカ近郊でウクライナの第3突撃旅団の反撃に相殲滅されたばかりだったんだ。8月中旬の戦況をまとめて言うならば、ウクライナ軍がロシア軍を圧倒的して消耗させたと表現できる状況が続いていたが、今回はクリシェイフカの北にある戦術上重要となる高台を奪還しようと投入されたロシア軍の機械化部隊が、ウクライナ軍に殲滅される様子が撮影されたってわけだな。この動画が撮影された地点はクリシェイフカ北の高台にある森林地帯で、ロシア軍は画面上で確認できる範囲では最低でも3両の T72 戦車と3両の BMP1 歩兵戦闘車を投入し、ウクライナ軍が奪取した塹壕の奪還を試みたものの、この部隊の動きは最初からウクライナ軍の偵察ドローンによって監視されていて、少なくとも T72 を2両、BMP1 も2両が破壊され、かなりの数のロシア軍兵士をウクライナ軍の砲撃や戦車による攻撃によって失ったものとみられているぜ。バフムートには昨年からロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が激しい攻撃が加え、ウクライナ軍が市内からほぼ撤退した後、今年の5月にワグネルから引き継いだロシア正規軍は反転攻勢に出たウクライナ軍に対して防衛に徹していたよ。その防衛側であるはずのロシア軍が攻勢に出ているのは、クリシェイフカの北の高台がバフムート防衛に非常に重要な地域であるからに他ならず、ウクライナ軍の偵察ドローンが常時監視しているにもかかわらず機械化部隊を投入するのは無謀であったとしても、ロシア軍はそうせざるを得ない事情があったとの見方をする軍事専門家が多いんだ。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI のジャック・ワトリング氏は、ウクライナ軍が集中的にロシア軍の大砲兵レーダーを破壊したことで、戦場の優位性は徐々にウクライナ軍側に傾いてきたと指摘したよ。同氏によれば、ロシア軍はこれによって多数の大砲兵レーダーを失ったことから、ロシア軍がウクライナ軍砲兵部隊の位置を特定することが困難になり、この侵略戦争において初めてウクライナ軍は敵陣地に対する持続的な砲撃が可能になったとしているんだ。砲兵部隊の戦術として、敵の大砲兵レーダーが機能している戦場においてはその位置を特定されて、敵の航空機や攻撃ヘリコプターからの空爆や砲兵部隊からの反撃を受けることを避けるために、射撃後には直ちに射点を変更する行動を繰り返す必要があり、時間単位での砲撃数が制限を受けることになるのであるが、砲兵部隊の位置を特定される恐れがなくなれば移動することなく連射が可能となり、ウクライナ軍砲兵部隊は射点に留まる時間が増えて、1回あたりの投射火力量が増加したことになったと、ワトリング氏は分析しているぜ。そして、ウクライナ軍の長射程ロケット弾やドローンによって多数の大砲兵レーダーを破壊されたロシア軍の砲兵部隊は、自軍地上部隊に対して効果的な火力支援を実施することが困難になっているだけでなく、1回あたりの投射火力量が増加したことによって、逆にその位置を探知できたロシア軍砲兵部隊への攻撃も増え、ドローンなどによる攻撃も加えてロシア軍の榴弾砲やマースが破壊されているとも伝えられており、ロシア軍は多数の榴弾砲とマースを失っていると見られているな。実際にウクライナ軍への砲撃が大きく減ったとの指摘があり、地雷を踏んで格座した戦車や歩兵戦闘車及び装甲兵員輸送車に搭乗していたウクライナ軍兵士たちは、車外に脱出した後に砲撃を受けることなく帰還する可能性が高まったとされていて、ウクライナ軍の人的損害が減少しているというね。
ウクライナ軍第128独立山岳強襲旅団のドミトロ・リシウク大佐がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対して、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって多数の敵の榴弾砲やマースを破壊することができ、以前であればロシア軍部隊は20門以上の榴弾砲などによる火力支援を受けていたものの、現状はせいぜい2から4門程度の火力支援しかできなくなっていると語っており、バフムートのロシア軍部隊の砲火力が著しく低下していることを指摘しているんだ。このことにより、バフムートのロシア軍は地上戦における優位性が失われつつあるために、たとえ無謀と分かっていてもウクライナ軍の前進を阻むためには戦車や歩兵戦闘車を最前線に押し出すしか他に方法がなく、これらの部隊がウクライナ軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマース及び、ドローンによる攻撃を受けて戦闘車両が破壊され人員の消耗を強いられている可能性が高いと指摘する声もあるみたい。また、アメリカからクラスター砲弾やロケット弾の供与を受けたウクライナ軍は、最近になってその使用頻度が増大しているとされているが、このクラスター弾の効果については、8月20日のニューヨークタイムズ紙が、ウクライナ軍は反転攻勢を開始して以来、多大な死傷者と装備の損失を被っているものの、1000km 以上にも及ぶ広大な前線のほとんどにおいて前進しており、その前進を助長しているのがアメリカから供与されたクラスター砲弾で、それがロシア軍の機械化部隊の戦車を含む装甲戦闘車両と砲兵部隊を破壊するのに効果的だと証明されたと報じているぜ。最前線のウクライナ軍指揮官や兵士たちもクラスター砲弾のおかげでロシア軍の消耗が激しく、侵略が始まった頃と比べてロシア軍の装備も人員も残念な状況になっていると述べており、最前線のロシア軍部隊の戦力劣化が進んでいる可能性があると指摘しており、そして、これらウクライナ軍指揮官たちが口を揃えて、我々の下方の射程圏内に侵入することをロシア軍が躊躇するようになっており、最近では航空機による空爆やミサイル攻撃に頼り始めていると述べて、ロシア軍地上部隊の意識と戦術に変化が見られているな。ニューヨークタイムズ紙はさらに、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の開始当初は、通常では考えられないほどの密度で対戦車地雷が設置された地雷原や、圧倒的な火力の前に最小限の結果しか残せておらず、作戦が長期化する可能性が高いという見方が広まるにつれて当初報じられていた楽観論が消えつつあるが、この数週間の間に取材を実施した最前線のウクライナ軍指揮官たちの認識に変化が出てきたとして、西側諸国からの何十億ドルもの兵器援助によって部隊の装備が整い、訓練を重ねてきたことで練度も装備も向上したとした上で、さらにここまでの経験から新兵の訓練方法にも改善が加えられてきたことで兵士の補充が容易になり、ほとんど部隊で兵士の専門性と練度が高まりを見せていて、その規模が拡大していると指摘しているね。例えば先に紹介したウクライナ第128独立山岳強襲旅団では、昨年12月にロシア軍の攻撃によって指揮官が戦死するなどの大損害をかぶり後方に交代していて、ニューヨークタイムズ紙の取材に答えたリシウク大佐はその際に指揮官後任として着任したのであるが、同大佐は我が旅団は大損害を受けた1週間後には再び戦力を取り戻したと述べていて、ウクライナ軍の補充兵供給が以前よりも円滑に行われていることを示しており、ロシア軍とウクライナ軍の戦力差が拡大しつつあることが示唆されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。